さあ始まりました。センターファイナルチェックレクチャーセクションですね。センターね、これセンター生物基礎とセンター生物と2つね、僕カリキュラム作るんで、ちょっとね、労力を抑えるためにね、省エネのためにね、ちょっとこの2つまとめてね、同じイントロダクションを使わせてもらいます。ね、まあ言うこと一緒なのでね、まあどちらのやつでも使えるような言い方をしておきます。はい、では行きます。イントロダクションです。はい、内容としてはセンターレベルの知識の確認をしていきますね。まあ、さっと話していきますよ。で、対象としてはセンター受験者です。で、センター受験者がいつぐらいにこのカリキュラム受けてほしいかなっていうと、まあ1月ですね。1月、まあ1月1日からまあ1月、まあ5日ぐらいの間に。ね、集中的にバーッと一気にね、見てもらえたらいいかなと思います。で、目的としてはセンター8割以上をね、まあ確保しに行こうじゃないかっていうのが目的です。まあ知識をね、バーッと確認して、ね、最後に詰め込んで、で、センタードカーンって行きましょうって感じですね。はい。で、授業の流れ。授業の流れとしては、まず、まあ予習は不要です。ね、後で、ここの授業のところにね、の資料のところに授業プリントついてるんで、後で見てもらったらいいと思うんですけれども、ね、穴埋めに形式になってます、プリント自体が。なんですけど、予習は別にしてこなくていいです。基本的にはね。まあたまにね、ちょっと予習してほしいなっていう問題があるんで、先にね、予習してきてくださいっていうことがありますけども、基本的には、まあ予習不要でいきましょう。ね、バーってね、ちょっと喋って、本当に、ね、急いでるんでね、急いで皆さんもね、まあやりたいと思うんで、ちょっと急いで喋りますね。で、その場でね、まあ穴埋めを考えてもらうと。ね、僕はバーって呼んでいって、で、穴埋めのところね、行くちょっと手前、行くときにね、まあ、穴埋め一回飛ばして呼んで、で、あとは穴埋め埋めに行くというような感じでありますから、その時に、ね、穴埋め何に入るんかな、とかいうことをね、ちょっと考えてくれたらいいかなと思います。で、その後復習してください。ね、これ、授業プリントね、後で見たらわかるんですけれども、ね、こう、ペラッと冊子になってると、ね、冊子になってて、こう、ペラッとなってるじゃないですか。で、まあ、ここのところザラザラザラーって書いてる内容をね、ペラって次のページめくると、また次のページもま、こんな風になるじゃないですか。ね、こんな風になるでしょ、こんな風になるところの、ここにバラバラバラってね、同じ内容、同じ穴埋めが書いてあります。ね。授業の時にはこちらのページ。だから偶数ページかな。奇数ページですね。奇数ページ。を使って、で、復習の時には偶数ページのところを使うようにしてください。まあ、穴埋めしたらいいですね、偶数ページもね。はい。で、復習してもらえればいいかなと思います。まあ、全部ね、バーッと受けてから復習してくれたらいいかなと思います。はい。それではね、これでイントロダクションさーっと話してきました。終わって、もう一つ話すの忘れてましたね。これ、レクチャーセクションの後にね、一応ね、テストセクションっていうのが別のカリキュラムでありますんで、まあ、これテスト演習ね、ちょっとセンターのレベルの問題としては、問題のレベルとしてはちょっと高めになってますけれども、まあ、ぜひね、このテストセクションも受けてもらえたらいいかなと思います。はい。それではね、これでイントロダクション終わりにして、次回からね、早速、授業プリントのね、やりながらね、皆さんの知識をね、まあ、もう一回再確認していきましょう。はい。それではね、次の動画へどうぞ。